KH-12 はアメリカ国家偵察局が運用中のアメリカ合衆国の軍事画像偵察衛星のキーホールシリーズに属すると考えられる衛星のシリーズである。この衛星はキーホールシリーズに属することが公表されている KH-11 の後継機であり、ロッキード・マーティン社によって製造された。地上目標の分解能はおそらく数センチメートルに達すると考えられる。 KH-12 という名称は、アマチュア観測者たちなどが便宜的につけた通称の一つであり、ロろが、K、KH-8、KH-9、および KH-11 と続いた連番の公開名称の後で、衛星をランダム不板原則、例えばロール -20。んろうは、ローうろンチのいで命名することを決定したため、 公式の命名システムでは KH-12 という名称は存在しないことになっている。ただし、同じアメリカが州国政府機関であるアメリカ航空宇宙局の NSSDG a 星データベースでは USA-86、USA-116、USA-129 USA の3機について、それぞれ KH-12 から1、KH-12 から2、 KH-12 から3の名称を用いている例もある。多数の民間軍事アナリストは、KH-12 は、ほとんどの点で、KH-11 に追加的な改良を施したものであると考えており、軍事アナリストある、い、アマチュア観測者の中には、これを、KH-11 の派生型に分類して、KH-11 ブロック3あるいは、ブロック4と呼ぶものもいる。 また、発展型検案、あるいはコードネームにより、アイコン、または改良型クリスタルなどの名称で呼ばれる場合もある。2013年8月30日にワシントンポスト紙は、エドワード・スノーデンがリークした資料の中に含まれていた、米国政府の情報プログラムの2013、会計年度予算の米国議会への予算説明書から、今まで謎に包まれていた。 米国の諜報活動に関する新たな事実が判明したと報じた。この資料の中には複数のスパイ衛星の名称が記述されており、下表の第3世代衛星 USA-224、USA-245 USA に該当する衛星の正式名称はアイスであるらしいことが判明した。シリーズのこの2機以外の衛星もアイスと呼ばれているかは不明である。 この後継機として2012会計年度から EEGS の整備が始まることも明らかになっているが、下表の第4世代衛星 USA-290 が EEGS の初号機ではないかとの意見がある。このリーク資料の一部はクリプトムで閲覧可能である。発射場はすべてバンデンバーグ空軍基地、バンデンバーグ AFB カリフォルニア州、サンタバーバラ軍である。 衛星の世代分けは説明の便宜上、打ち上げ時期、打ち上げロケットを基準にして、区別を行ったものであり、アマチュア観測者などの間で、コンセンサスの得られているものではない。1992年11月から1996年12月に、かけて、ロ所属の機密衛星 KH-12 から1、KH-12 から2、KH-12 から3の3機が、 バンデンバーグ空軍基地からタイタンフォーロケットを用いて打ち上げられた。各々の衛星の価格は10億ベドル以上であり、打ち上げ費用は4億ベドルに近いと見積もられている。第1世代衛星の k 値マイナス12の打ち上げ質量は、打ち上げに用いられたタイタンフォーロケットの能力から推定して、最大で2万6 8 0 k g に達すると考えられている。 KH-11 と同様に KH-12 は光を捕捉するのに大型の主鏡を持つカセグレン光学システムを使用しおそらく全体の大きさと形状はハップル宇宙望遠鏡に非常に似ているであろうと考えられている。これらは KH-11 同様にデジタルイメージング技術を用いており全身の設計に資銀と機能とおそらく赤外線までに至る より広いスペクトル範囲にわたる光学的、検知能力を付加したものであると考えられている。主鏡の直径は2.9から3.1メートルと考えられており、これは直径2.3メートルと考えられている、KH-11 の主鏡や直径2.4メートルのハープル宇宙望遠鏡の主鏡よりもやや大きい。JN ディフェンスウィークリー氏は、 カセグレン工学システムの副教は大幅に稼働であり、これが衛星では通常は不可能なアングルでの撮像を可能にしていると示唆している。また、同志には衛星は5秒ごとに1枚の映像を撮像可能であるとの示唆もある。データは通信衛星の中継ネットワークを通じて地上へ送信されるが SDS、ミルスター、または TDRS といった。 いくつかの異なる中継衛星の組が利用可能であり、衛星が利用しているのはこのいずれでもあり得る。どれを使っているかについては、ニュースソースにより意見が異なる。第一世代衛星の3期の打ち上げの後で、1999年に、アメリカ政府は、より新しい光学画像偵察衛星と、レーダーイメージング衛星の開発計画である将来、画像アーキテクチャープログラムを、 米ボーイング社連合を主契約者として開始した。FIA プログラムの成果を待たずに、おそらく第一世代衛星の3機の改良型と思われる、ロ所属の機密衛星 KH-12 から4と KH-12 から5の2機がバンデンバーグ空軍基地からタイタンイブブロケットを用いて打ち上げられた。タイタン4ロケットとタイタンイブブロケットの打ち上げ能力は同じであるから、 1> 第1世代衛星と第2世代衛星は同じ質量と考えられ、性能も同等であろうと思われる。2005年に至って FIA プログラムのうち、高学画像偵察衛星の開発プログラムについては、開発遅延と予算超過を理由に、アメリカ政府によって完全に終了が宣言された。これに伴って、アメリカの高学画像偵察衛星プログラムの維持の ために、アメリカ政府は、前後期と同様の KH-12 型の衛星システム2機をロッキード・マーティン社に追加で発注した。この決定に対する、批判者は、これらの超高性能衛星は最新型の、ニミッツ級空母であるジョージ HW ブッシュよりさらに、高額になるとの懸念を表明した。これら二機の衛星の最初のものが、ロ所属の機密衛星 u s a 二十四 2期目。これらは、ロッキード・マーティン社が、当初の見積もりより20億ドル、安く、さらに計画よりも2年早く完成させたものである。第三世代衛星は、第二世代衛星の製造から8年から10年後に、製造されていることから、電子技術の進歩を取り込んで、ある程度改良が行われていることが予測されるが、設計が大幅に変更されているとは考えにくい。 第3世代衛星の打ち上げ質量は、打ち上げに用いられた、デルタ4、ヘビーロケットの能力から推定して、最大で 28,790kg に達すると考えられており、第1世代衛星及び、第2世代衛星より7トン程度重い可能性がある。この質量の余裕はおそらく機器類の増強ではなく、マニューバー用燃料の増加に当てられている、可能性が高いと思われる。なお、 前述のように、この2機の衛星は、エドワード・スノーデンが2013年8月30日に、暴露した資料によれば、米国議会の予算書上の正式名称はアイスである、可能性が高くなっている。詳細は、USA-224 を参照トランプ大統領がツイートした、USA-224 で撮影されたと、考えられている。 イランのロケット打ち上げ事故の映像2019年8月30日にトランプ大統領は情報ブリーフィングで入手したイランのセムナーン衛星発射センターにおけるサフィールロケットの打ち上げ準備で発生したと考えられている事故の惨状を撮影した写真をツイートした。軍事アナリストたちはこの写真は USA-224 により撮影されたもののようであると述べている。 2020年2月10日にアメリカ宇宙軍司令官のジョン・ウィリアム・レイモンド大将はタイム氏の取材に対して次のように語った。ロシアが昨年11月26日に打ち上げた衛星であるコスモス2542号が12月初旬に軌道上で第二の衛星コスモス2543号を放出した。 この衛星のペアが1月中旬頃から USA-245 に接近した状態で追尾を続けるという異常で、当惑させるような状態が現在でも続いている。約 160km まで接近することも何度かあった。ジョン・ウィリアム・レーモンのタイム・タイム誌によれば、この事実はアマチュア観測者のミカエル・トンプソンにより、1月31日にツイッター上で最初に指摘された。 2019年1月19日に、ロー所属の機密衛星 USA-290 が、デルタ4ヘビーロケットを用いて、バンデンバーグ空軍基地から打ち上げられているが、打ち上げ前からこの衛星は、エドワード・スノーデンの曝露資料にある EEGS の初号機ではないかとの意見があった。しかし打ち上げられた衛星の軌道は、アマチュア観測者などの予測に反して、 今までの KH-12 衛星のように、太陽同期軌道ではなく、打ち上げから数日後の観測では、近地点高度約 265km、遠地点高度約 455km、軌道傾斜角約73.6度という、高学画像偵察衛星としては、類例のないものであった。太陽同期軌道の場合、衛星は燃料を消費することなく、近地点は、 地球の昼川の半球に維持されるので長期間にわたって軌道上で運用される可視光または近赤外線を用いる光学画像偵察衛星は近地点付近で太陽光により撮影を行うために例外なく太陽同期軌道をとっている。USA-290 のように太陽同期軌道でない場合は近地点は 地球の夜側の半球に入り込む場合もあることになる。さらに、打ち上げから約1ヶ月後の2019年2月17日のアマチュア観測者のレポートでは、軌道傾斜角は引き続き約73.6度であるが、近地点高度と遠地点高度は、それぞれ約3 9 1ルお及び約4 1 8トルと、ほとんど差がなくなっており、そもそも、 近地点付近での撮影にこだわる必要はなくなっている。もし、USA-290 が光学画像偵察衛星であり、今後軌道がこの状態で落ち着くようであるなら、USA-290 は従来の光学偵察衛星では達成できなかった、次のような機能のいずれかまたは全部を持っており、軌道上の任意の地点で必ずしも太陽光に依存しない撮影を行う。 ことが可能になっていると考えない限り、このような軌道を取る理由を説明できないであろう。これらの機能を実現するための共通の課題は、主教のさらなる代行経過である。USA-290 は、従来の KH-12 のようなハップル宇宙望遠鏡に近い形状ではなく、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、主教の直径は6.5メートル。共闘はなく、主教は、 剥き出しの状態のような形状となっている可能性がある。状況では USA-290 を KH-12 の第4世代衛星として分類したが、この予測が事実であるなら USA-290 はもはや全く別の高学画像偵察衛星シリーズの初号機と考えるべきであろう。なお USA-290 が高学画像偵察衛星ではなく、 部外者には全く思いつかない種類の軍事衛星である可能性も残っている。前述のように KH-11、KH-12 KH などのように長期間にわたって軌道上で運用される可視光、または近赤外線を用いる高学画像偵察衛星は燃料を消費することなく近地点が地球の昼側の半球に維持される太陽動期軌道をとり、 近地点の周辺で太陽光を利用して地表の目標物の撮影を行う。この場合、当然近地点高度が低い方が地表の目標物の分解能は良くなる。一方、低高度においてはごくわずかではあるが大気の抵抗を受け位置エネルギーが減衰するので高度が低下してくる。そのまま何もしなければ高度が下がれば下がるほど、もし 低軌道で長時間活動するのであれば、定期的にスラストをかけて、高度を高くする必要があり、これをリブーストと呼ぶ。例えば高度約 350km 程度の低軌道を周回する国際宇宙ステーションも定期的にリブーストを実施している。高度が高いほど空気抵抗は小さくなるので、高度約 560km を周回するハップル宇宙望遠鏡では、 リブーストは3年に1回程度で十分になる。リブーストのために燃料を消費するが、画像偵察衛星の活動可能期間は、燃料の残量で決まると考えて良いほど燃料は貴重であるので、燃料節約のため、平時は、近地点の高度が約2 5 0キロメートル以上の軌道を周回し、何らかの非常事態が発生した場合は、近地点の高度を 約 150km 程度まで低下させ、目標の撮影に適した軌道に移るという運用を行うのが一般的である。この作戦用の軌道変更をマニューバーと呼ぶ。前節でも触れたが KH-11 及び KH-12 の大きさと形状は、ハップル宇宙望遠鏡に非常に似ており、異なる点は、前者がマニューバー用の大量の燃料とスラスターを 搭載していることであろうと考えられている。また、KH-11 に対して KH-12 は質量がかなり増加しているが、この大部分はマニューバー用の燃料のものと考えられている。KH-12 はスペースシャトルにより燃料補給を受ける設計となっていたと考えられているが、これが実際に実行されているか、あるいは別の代替手段により燃料補給がなされて、 いるかは不明である。地上目標に対する分解能は高度な軍事機密であり、当然公式には明らかにされていないし、軍事アナリストの間でも30センチメートル以下であることでは意見の一致が見られるが、具体的な数値では意見は分かれている。宇宙開発関係者の間では5センチメートルという意見も頻繁に聞かれるが、今のところ信頼できるニュースソースによるとは言い難い。 しかし、前説で触れた通り、kh-12 は、ハップル宇宙望遠鏡に非常に似ているという点から、考えると、この5センチメートルという値が穴がち誇張ではないという状況証拠がある。次の3つの表は、お整理したものである。各表とも視覚と、角度分解能の単位は、秒角に統一してある。表ににある HST 観測機器の、 装填観測用光性能カメラは2002年2月にフェイントオブジェクトカメラの代替として取り付けられたもので現在の HST の主力観測機器である特に ACS のハイレゾリューションチャンネルの角度分解能は0.0270秒角に達し1 5 0トルの距離から2 0トルの大きさの物体を2 1 0トルの距離から2 8トルの大きさの物体を 見分けられることがわかる。ただし、氷山からこの分解能が可能であるのは波長約0.26マイクロメートルより短い光の場合であることがわかる。これらの短い波長の光は保存層で吸収されやすいため偵察衛星で実用的に利用可能かは不明である。実用的には0.40マイクロメートルよりも長い波長の光が適していると考えられるが、 解説限界のために波長が長くなるほど角度、分解能は悪くなる。KH-12 の主鏡の直径を3.0メートルと仮定した場合、波長0.40マイクロメートルにおける角度、分解能は表3から0.0336秒角であり、表1から高度150キロメートルから真下を見た場合の地表分解能は約2.5センチメートル。 高度1 5 0キロメートルから45度斜め下を見た場合は約 3.5cm となる。後者の場合、人物の要望、または車両のナンバーがかろうじて判読できる可能性がある。なお、大気の乱れにより光の経路が乱されて発生するシーイングと呼ばれる現象により画像がぼやける可能性があるが、これは非常に 短時間の露光による多数のイメージをコンピューターで合成して SN 比を高めるスペックルイメージング技術によりほぼ100%解決可能である。また、保証工学を用いた重強鏡面の制御技術によりカセグレン工学システムの分解能をほぼ解説限界まで引き出すことが可能となっている。ありがとうございます。